さあ、で始まりましたアムテチャンネル。さあ、今回はですね、はい、斉藤先生、はい、お越しいただきまして、1ヶ月で攻略の読むための英文法括弧標準編が発売となりましたので、その攻め動画紹介、攻め動画紹介動画です ね、はい、ですね。ここどこですか？ここは歩く、はい、歩くの本社というか、本社なんか支社あるんですか？歩くの方で、はい、出していただいてるということで、そうですね、今日ね、台風の真っ只中、そうなんですよ、皆さんリモートだから受付エリアですよこれ受付エリアですねこの本一体どういう本なんですか？著者に説明していただこうかなと監修をねしていただいて、ね、十分ご存知かと思いますけども、そうですね、もう何回も読みましたよ、はい、英文解釈ですよね、を、まあ、読むための英文法という名前で、はい、共通テスト対策のシリーズ本として端書きにも自分書いてるんですけど、はいはい、やっぱり基礎がちゃんとないとっていうのがあったので、うん、あ、そうですね、書いてありましたね、このリーディングの方ですね、そうです、はい、その前にこの本で基礎を身につけましょうという目的で、うん、はい、作られた、頑張りました。すごいですよ、だってこの厚さをね、うん、そうですね、立ちますね、これも、まあ、もうなかなか大変でしたね。そうですね、まあ、せっかく本にするからもう全部文字にして簡素な解説ではなく、うん、むしろちょっとしつこいぐらいをイメージして書いてますので、うん、文字量が多いです。まさに共通テストのね、1ヶ月攻略シリーズっていうのは、うん、本当に細かくいっぱい解説が書かれてるっていうことで、そうそう、解説を詳しく、どういう作りになってるんですか？総合問題載せてるっていう解釈本結構あるじゃないですか、はいはいはい、ではなく項目をちゃんと立てて、まあ、まずは動詞の型 SV 文型から入って、でそこから塊、句、節っていう風に大きくなっていくっていうのを、名詞、形容詞、副詞のように品詞で切るっていうのをやってて、不定詞とかで書いてある本とかあると思うんですよ、はいはいね、で to 不定詞で出して名詞、形容詞、副詞適用法っていう、でもこれは名詞ってして to 不定詞の名詞適用法、同名詞のように品詞ごとにっていうのを意識して項目立てました、うん、そうですね、この項目作りもだいぶ話し合いましたね、うん、そう、結構新しい感じなんじゃないかなと思います、うん、切り口が違う、うん、切り口がですね、うん、でターゲット文という一見分かりやすそうだけど誤訳しやすい、誤訳しがちなやつを、横にね生徒がいて生徒が誤訳するんですよね、そう、生徒が間違えてるっていうのを見せて、はい、こういう間違いをしないようにということで、これも大変ですかね、誤訳しやすい英文を作んなきゃいけないっていうのはね、そう、 We told the English teacher to practice English conversation と聞くと、私たち英語の先生練習言うみたいなのは、うんうん、英語の先生が生徒に英会話勉強しましょうねって言ってるんだろうなっていうような、うんうんうん、まあ、イメージが湧くんですよ、はいはい、まあ、単語だけつなげてイメージすると、うん、まあ、でも冷静に見ると、てる人トゥー不定詞なので、うんうん、人に何々するように言う、うん、ということは我々が英語の先生に練習するように言う英会話を、ね、でどんな状況って思うかもしれないですけど、まあ、例えば私たちっていうのが採用する側だったりとか、うん、英会話が下手な先生に生徒が文句言ってるかもしれないしとかっていう、うん、あるじゃないですか、そうですね、っていうのを単語だけ見ると変なイメージしてしまうよねっていう、あえて、まあ、引っ掛け、うん、みたいな感じでターゲット文を作ってます。単語をつなげて読んでる人ってめちゃくちゃ多いので、そう、はい、それを意識してもらおうと思いまして、うん、いかに適当に読んでるか、まあ、謎解き系なんですよね、だからね、うん、で皆さんが金田一はコナンになった感じで、そう、これは俺引っかからないぞっていう気持ちでぜひ取り組んでほしいですね、はい、その後でそれを解読するための例文が、ね、そう、今だったら SVO to do っていうのをちゃんと分かってないから誤訳しちゃうんだよっていうことで、うん、まあ、そもそも SVO to do とは何ぞやっていうのを説明してると、そうそう、基本例文があって、でその基本例文が分かって、そのターゲット文が分かる、そうです、でそれより絡めているいろんな表現を追加説明したり、基本例文プラスがあるんですよね、そうそうそう、で最後に練習問題、はい、練習問題があって、でチャレンジ問題が難しいやつですね、難しいですね、はい、まあ、ここも大変でしたし、うん、そう、英文チェックを何重にもかけて、そうそうそう、何人にも何人にもやって引っ掛けなきゃいけないし、そうそう、でも不自然ってなったら、不自然になったらいけないし、入試で出てきちゃうし、うん、みたいなのの、もうこの折り合いがね、そうなんそう、めちゃくちゃ大変、まあ、うまく間違えそうだけど別に普通だよっていうのを厳選したっていう、そうそうね、やるのがなかなか大変で、ね、結構絵もいっぱいありました、ね、こんなたくさんあるんだって思って、いろんなパターンあるんだと思って、はい、文字に圧倒されるんですよ結構、はいはいはい、それがないように出版社さんがいろいろ工夫していただいて、図解パターン、パターンがですね、あるし、正義の味方、理解の味方、これなんでサングラスかけてるか分かりました、これ月光仮面だからじゃないですか、多分そうです、そうです、だって一番最初月光仮面で来て俺ら分かんなくてなんだこれみたいになってて、静かなるドンみたいになってますけど、うん、まあでもこれは要はまとめっていうですね、はい、ここだけ見てもポイントが分かるようにもしてるという、はい、もういろんな要素を組み込みましたね、そうですね、うん、英文チェックも本当に何回もやりましたもんね、森哲先生のネイティブで、自分のネイティブで、そうそうそう、アルクさんが言うするネイティブで、そうそうそう、そん
何人も全員ぶつけて、そうそう、えこっちはいいって言ってるみたいな、そうこっちはダメって言ってるんだけどみたいな、やりました。もうデザインもねいっぱい話し合いましたね、うん、どうするか、カッコの付け方、色、位置、矢印の書き方、矢印の位置、そうですね、結構後半になって全外したりとかもしましたからね、そうごめんなさい。そう、森田先生もこだわってもらって、ね、いや絶対こっちの方が見やすいっていうので共通テストよりもだいぶ干渉しました、うん、いやでも本当にだいぶ干渉、ね、こっちはでも何年目なんでね、もうみんな慣れだしたんで、うん、そうそうですね、何言わなくても大丈夫ですけど、これ初めてのやつなんで、ね、全部に SVOC 振ってますんで、はい、あとは付録ですよ。付録がすごいんですけど、よくぞ言っていただきました。大変だったこれ。こうやって構成してって、あれ終わるはずなのにまだいっぱいあるんだけど付録をですね結構工夫しまして、はい、暗証用例文にしてるっていうのがまあ前半 で、 そうですね、全部これも本当はですねだからもっと少なかったんですよ、はいはいはい、でも音声聞きながら復習した方がいいって言って、うん、後から付け加えてとか、で次暗記項目、ね、暗記項目これ結構良くないですか。この品詞のやつとかね、はい、設備字で品詞をっていうのは単語帳とかによく載ってると思うんですけど、うん、解釈本に載せるべきだろうっていうのってして、品種の話をするんだったら、うんうん、それをですね綺麗にまとめてます。たくさんやりましたねこれね、はい、めっちゃまとまってます。斉藤先生の集大成、本当にそうなんです。これもし読者さんに使ってもらえなかったら、はい、本当に自分の感覚がずれてるんだというのでなるほど、いやマジでもうこれ書かなくなると思います。心折れて。いやだってそんなゴミをばらまいちゃダメじゃないですか。まあそうですね、めちゃくちゃいいという自信満々 で、 で、ね、今までの本当にね、うん、やってきたもの、そうそうなんです、ね、たくさん教えてきて、そこの中でこう得てきたものを、そうですね、やっぱで自分がやっぱ英文解釈から英語が好きになったっていう歴史もありました。あ、同じですからね。あ、そうそうそうなんですよね。僕は同じ、同じところでハマって、なんで思い入れもあって、で森田先生 もう共通テストの時とは比にならないぐらいずっと付き合ってくれて、何時間でも付き合いますみたいな感じで、お忙しい中、そう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 、すごいね長い時間チェックしましたから、お互い好きですからね。そうそうそう、共通テストは違ってて嫌いみたいな。いや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 そういう意味ではなくですね、まあ、共通テストの、ね、やつより全然楽しいですから、こっちの方が、まあ、まあ向こうはもう決まってるものを説明するっていうだけ、そうそうそう、こっちはもうゼロからですもんね。過去問だし、そうそうそう、変えられないしね、そうそうそう、こっちと他にもだって、ね、グループ A with B 取るやつとか A to do 取るやつとか、うん、全部まとめてます。全知識とかね、全知識もですね、やっぱ全知識は解釈で大事だろうということで、うん、図を載せてくださいっていう、はい、軍全知識も あ、 あとこれもインデックスも結構僕、あ、はいはいはい、いいと思ってて、 いるみたいな感じだったんですけど、最初単語だけじゃなくてね、句とかフレーズ単位でめっちゃまとまってますからね、うん、検索できるようにしたんですよね、うん、やっぱ熟語帳とかには比べられたら、それは熟語帳の方が載ってますけど、うん、まあ、基本的にこの一冊あればある程度いけるっていうにしたくって、うん、なんで学校の授業とかで、うん、まあ、この熟語もしかして載ってるんじゃないって思った時に持ち歩いてる付録で検索して、ここここみたいな、うん、だってもうインデックスでやっぱり O とか C とかついてるの珍しいですからね。あ、そうですよね、なかなかないです。そう、これ本当付録は持ち歩いていただいて、はい、取り外せるやつボロボロになったらまたもう一冊買っていただいて、そうですね。あとカラーです、そもそも言ってなかったですけど、あ、そうですね、この色がね、うん、すごいたくさんあるっていうのがね、初の試みでいきなりこういうカラーができたのは共通テストのおかげですよね、本が売れたおかげです、うん、そのおかげでいきましょうっていうことで、もう今はねこの安く出せるようになりましたから、うん、本当に大きいで、ね、この大学入試だけじゃなくてね、一般の方々、そうなんですよね、見ていただきたい、まあね、斉藤先生だったりいろんな連載してたりするんで、 それ見てる方だったり、本当に社会人や大学生の人とかにもそのイメージしてましたもん、うん、大学入試って書いてあるんですけど、書いてあるんですけどね、はい、大学入試じゃなくても、うん、トイック英検、はい、うん、そして普通に英語学習してる方にも役立つはずですので、うん、そう、はい、ぜひちょっとこの切り口を見てほしいですね、はい、1点ゼロからではないっていうのだけは、あ、そうですね、基礎編出ますんで、そう1月基礎編に、はい、私もう言っちゃっていいですか、もう1月決定、もう1月出さないとダメですよ、わかりました、はい、頑張ります。そう、1月に一応ですね、出版予定で基礎編を、はいはい、やってますんで、そっちの方がもうゼロからで、はい、中学英語のレベルまで落とそうと思ってまして、うん、8月度受験生にはちょうどいいと思います。なるほどですね、分かりました。8月9月の方々にはいいということで、はい、ぜひあの英文解釈一通り見直そうっていう方は使ってみてください、うん、はい、共通テストの対策をする前にですね、で共通テスト分もね9月に出ますんで、そう9月にですね、はい、ちょうどいい感じで連携していくんじゃないかなと、いやこれだってやっぱ斉藤先生の名を売るチャンスですからいやいやいや、ここでそれはそれはそれはだって岡崎先生のね動画で英文法もすごい売れましたから、うん、いやそうね、あれはすごい売れてますね、斉藤先生のも売れれば、あの本のもう全然ターゲットが被ってるようで、うん、
ちょっと違うかなと思ってて、おー、なるほど、あっちは、まあ、薄くてやりやすいんですよ。ああ、そうですね。で内容がですか？そう、やめてください、厚みが、はい、なん で, んで、ね、こっちの方がやりやすいっていう方が絶対いるんで、うん、なるほど、それたちはそれ全然いいですし、うん、こっちは悪く言うと文字量が多いですね、うん、ネガティブな言い方をすると、ね、で僕的にはしっかり開発してるって言いますから、うん、なのでしっかりとした開発を見ながらやっていきたいっていう人はこれだし、岡崎先生のやつも動画ありますから ね, ありますからね、二大巨頭として、うん、リスニングとリーディング書いてる人たちが大喧嘩みたいな、大喧嘩じゃないですよ、大喧嘩じゃなくて仲良く、まあね、みんなに合ってる方もないんで、はいはい、使いやすい方でと思いますけど、でもね、本当思い入れは入ってて、これそうですね、一番思い入れは入っててめちゃくちゃ気持ちが痛いみたいな鋭いですね思いが入って思いが入ってましてそう、一番予備校の先生になって書きたいなと思ってたのがこの解釈本なんで、よかった、最高の形ですよ、発売前に増刷されて、そう、ああそう勝ち組ですよ。いや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 、ちょっと音声もね、あのブーコで、あ、そうですね、はい、音声もあんたブーコって言って毎回思うけどもう完璧ですよね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、今回は歩くからですね、はい、歩くからですね、新しくできた読むための英文法標準編についてきました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ぜひお手に取っていただければと思います、はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.